エースコック、いろは亭チャーシュー麺、塩味、揚げ麺に粉末スープと火薬がついています。麺は細めでコシが弱く頼りない食感です。スープは旨味が平板で人工的なのを強めの塩分でごまかしている印象です。味に落ち着きがなく、じっくりと味わうタイプのスープではありません。チャーシューは2枚入ってますが、サイズは小さく、面積としては大したことないです。わざとらしい味付けを嫌う人にはおすすめしません。